どうして仲間になったんだ？自分のやりてえことをやろうとして、まあ俺の場合事の成り行きっつうか、そんなとこだ。なんで仲間で居続けるの？付き合いが長くなるとよ、別の目的も生まれてきてんだ。前に誰かが言ってたが、傍から見ればチームワークってもんがなってねえよな。だがよ、チームワークって本当は何なの？助け合って、かばい合ってそれでいいのか？そういうやつもいるけどな。みんなごめん！私と一緒に死んで！誰が俺にはごまかしてるようにしか思えねえ。絶対に俺は見捨てねえぞ、この子だ！それぞれが自分のできることを死ぬ気でやった。やったぞ。付き合って目の番だっていなきゃぶっ殺すくらいの気合があって。旅行するならどこに来た？もうやめてくれ！世界政府の中枢に喧嘩でも売る気か！